僕トップバッターで、緊張してこけてしまうとまずいんで、ここはもう僕のフィールドの畑だと、で皆さんは畑に植わってる野菜だと思ってトークさせていただきます。今日はですね、集合地の農業へという話をさせていただきます。僕はここ佐久地域の生まれも育ちもここではないんですよね。農家の生まれでもないんです。よそから移住してきたんですけども、16年前に26歳の時に、佐久町に移住して農業を始めました。当時ですね、もう全然わけも分からず有機栽培をやってみたんですけども、失敗なんですね。で最初の6年間、僕の稼ぎですね、時給に換算したら350円だったんです。夫婦2人でやっと700円みたいな感じなんですけども、僕今子供3人いるんですけども、この350円時代で子供2人生まれてて、今どうやって生活してきたんだろうっていうのが分からないんですけども、そんなこんなで失敗だらけでした。で僕が成長できない最大の原因っていうのが、失敗しても成功しても原因が何が何だか全然分かんないんです。ほうれん草撒いたりして、よくできたりするんですよ。なんでよくできてるのか分かんないと、失敗してもまた分かんないんですね。で僕が農業始めて3年目ぐらいの時だったんですけども、土の分析っていうのと出会いました。自分がやってる土作りが、数値化されてしまうんで、結構無慈悲な世界なんですけども、自分がやってる行為が一回外部化されるっていうことで、結構冷静になることができたんですね。僕ちょっとこれ難しい顔してますけども、試験管をパソコンに読み取らせる作業をしています。そんなことをやってきたら、だんだん有機栽培の全体像が見えてきて、薬剤を使わないんで、ちょっとしたバランスの崩れでも害虫とか病気の格好の的になっちゃうんですね。ですがストライクゾーンが結構狭い感じなんです。ただこのストライクゾーンにはまるとすごくおいしくて安全なものができる、そういう感じかなっていうのが見えてきました。それには結局自然のメカニズムをちゃんと理解しないとダメだってことなんですね。でトマトなんです。今日に合わせてバッチリ作ってきました。このトマトからいろんなものを教えてもらったんですけども、生育診断といって、日々の変化を読み取っていくんですけども、例えばマグネシウムってミネラルは、僕はこの下の方の葉のツヤと色で診断していくんですね。でよく家庭菜園でトマトを作ってらっしゃる方で、取り始めて3週間ぐらいしてですね、下の方から黄色く枯れ上がっちゃうことあると思うんですけど、あれ大抵マグネシウム欠乏なんですよ。で作物の健康と人間の健康って結構密接なものがありまして、人間の場合はですね、マグネシウムが欠乏するとうつ病との関連が指摘されています。マンガンというミネラルがあるんですけども、僕はこの辺りの葉のちょっと色具合で診断していくんですけども、これなくなってくるとですね、人間の場合は子供を愛せなくなっちゃうんですね。愛情のミネラルって言われてます。ナモグリバエっていう、虫がいるんですよ。葉っぱをですね、迷路のようにグリグリ食べていっちゃうんですけども、銅というミネラルがなくなってくると、この葉の表層を固める力がなくなっちゃうんですね。でこれが大体ナモグリバエは銅欠乏で出てくるんですけども、人間の場合は欠乏してしまうと頭の血管がプチッと切れやすくなるっていう、亜鉛っていうミネラルがあります。ミニトマトなんか結構特に重要なんですけども、ここにちっちゃな可愛いつぼみがついてるんですけども、この花房の股を作っていきます。股がたくさんあるということは花がいっぱい咲きます。花がたくさん咲くということは実がたくさんつきます。実がたくさんつくということは種がたくさんできます。それはイコール子孫がたくさんできる。人間の場合は欠乏すると男性の精子の数が減少してしまいます。でトマトだけで、ね、もっといっぱいあるんですよ、たくさん。で僕年間で今60種類ぐらい作ってますんで、かける60なんで勉強しなきゃいけないこと山ほどあって、これが本当に面白いんです。そして時は7月なんですけども、7月っていうのは夏に向かって畑がですね、日々劇的に変化していく月なんですけども、朝畑に行きますね。そうすると作物がいろんな信号を送ってくるんです。ズッキーニの葉を見るとですね、大体お腹減ってるのが分かるんですね。ズッキーニお腹減ったよ、インゲンがちょっと喉渇いてんだけど、トマトがですね、ちょっとマンガンが足りないんだけどなって、他の作物があと2日後にマグネシウムなくなってくるよ、大丈夫なのってくるんですね。もうやいのやいの言うなみたいな感じで、ものすごい忙しいレストランで働いてるウェイターみたいな感じなんですけども、
本当に7月の忙しい日々なんです。でもこれだけじゃ全然うまくいかないんです。土がふかふかしてないときちっとミネラルがあっても吸収できないんですね。で初めて借りた土地でカチカチコンクリートみたいに硬い土とかあるんですけども、これを僕は酵母菌の力を使って柔らかくしてきました。酵母っていうのはパン発酵するときにふわって膨らみますよね。ビールもシュワってなります。こう発泡する力があるんですね。これで土を傍若に柔らかくしていくと。で僕は庭の桑の実からですね酵母を採取してこれを拡大培養して畑に入れていきます。3年ぐらいかかったんですけども、ちょっと下の方に硬い交番層っていうのがあった土だったんですけど、今これ僕2メーターぐらいの棒を持ってるんですけども、これがズブ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 と生えるようになってきて、土がすごくこう柔らかくなってきました。これだけでもうまくいかないんです。これトマトの葉っぱなんですけど、真ん中にちょっと黒いシミがあるんですけども、これはカビの病気なんですね。これが一時蔓延してもうコテンパンにされちゃったんです。話は変わるんですけど、これ麹なんです。自家用のお味噌を作るときに麹を自分で仕込んだんですけども、ある時失敗しちゃったんです。発酵熱をですねちょっと高温にさせすぎたんです。どうなったかっていうと、空気中の納豆菌が入ってきちゃって、麹がですね納豆の匂いしてくるんですね。ちょっと粘っとしちゃうんです。あれこれ使えるじゃんと。麹菌ってカビなんですよ。高温下ではカビの力に対して納豆菌の方が勝るんですね。麹作りの失敗で気づきました。高温だとカビは納豆菌に負けてしまう。納豆菌というのはバチルスという仲間です。もう早速スーパーに行ってですね、僕は納豆のパックを買ってきて、これを拡大培養して、トマトにかけてあげました。まあ殺菌剤ほどは効かないんですけども、このハカビの病気がですね激減したんですね。これでもうまくいかないんです。これまだダメなんですよ。アブラムシが来るんですね。でですね、こう作物がこう植わってますね。で、アブラムシさんはもう何しにうちにいらっしゃるのかと、これが全然わかんないんですけど、作物がこうやってこうやって見てても全然わかんないんですよ。で、僕はいつもこういう姿勢で見るんですよね。で、これでもわかんないんで、ある日寝たんですよ。こう寝たら葉を透過してくる光が結構あることに気づいたんです。結構こう透けて通ってくると。これどういうことかっていうと、僕のトマト作りは葉っぱが薄かったんですね。で、アブラムシって体がタンパク質でできてるんです。で、作物も細胞はタンパク質でできてるんです。これを食べに来るんです。ただこの細胞を守っている繊維質があるんですけども、このガードの繊維質を強くすればおそらくアブラムシは来れないだろうということで、この手に持っているのは竹をですね砕いたチップにしたものなんですけども、これを畑に製養していきました。かなり厳密な計算をしてみたんですけども、これでですねこの繊維の材料になっていくんですね。で、アブラムシはやっぱり激減したんです。まあ、そんなこんなやってですね、もう十何年前ってトマトを無農薬でやるってもうちょっと無理じゃないのって言われてた時代だったんですけども、まあ、今これトマト普通はね一房にですね3個か4個つけていくんですけど、これ16、7個ついてるんですけども、まあ、味もですね収量も格段に上がって、病気と害虫もガンと落ちたと。ミニトマトなんですけども、これ今房の長さが1メーターを越すようになってきました。これも味も収量も格段に上がってきました。で、今僕どういうことをしているかっていうと、4ヘクタールの面積で年間約60種類ぐらい作物作ってます。今年ちょっとハーブに手を出したので70種類ぐらいになっちゃうと思うんですけども、まあ、たくさん種類あるんで1枚の畑がこういうパッチワークみたいになったりします。で、こういうのをボックスのセットにしてお客さんにお届けしたりしてるんですけども、まあ、一方でですねドカーンと作って、これ玉ねぎ去年12トンぐらい作ったんですけども、こういうのを作って自然食の流通さんに卸したりしています。まあ、僕が一番変わってきたのが、スタッフの人たちと一緒に仕事をするようになったということです。これちょっと出荷がうまくいってですね昼間から乾杯しちゃったんですけど、まあ、とにかくもう僕一人の限界に差し掛かってたんですね。で、農業は1年に何度も作れないんです。1年に1回しか作らないものもあります。僕16年やってても16回しか作ったものも作ってないものもあるんですね。経験がなかなか積みにくい産業なんです。それから1人の観察眼と1人の脳だと、やっぱり現実の気づきとスピードとこうもう追いつかなくなってきちゃうんですね。まあ、それでですね僕は複数の脳でやっぱり考える必要性がうちの場合出てきちゃったんです。それにはやっぱりこう伝えていかなきゃいけないんで、共通言語を育てなきゃいけないんです。それには
元素記号が一番手っ取り早かったんですね。高校の時の科学の偏差値が45だった僕が何を言うという感じなんですけども、例えば僕畑でお酢を使ったりするんですけど、お酢をお酢って書いちゃうと全然もう分かんないんですよ。これを C2H4O2 って書くと見えてくるものがいっぱいあるんです。例えば6月7月の日照不足の時、さっきの細胞を守る繊維が光合成ができないんで、この力が弱まってくるんですね。そうするとこの繊維の構成元素って C と H とこなんですよ。つまりお酢をこの材料にしちゃって、日照不足なんだけども、あたかも太陽がさんさんと当たったのと同じような疑似光合成をお酢によって再現するということが、この元素記号で書くと見えてきちゃうんですね。僕農業始めたばっかりの時に、近所のおばあちゃんに、おばあちゃん野沢菜ってどうやって作るんですかねって、おばあちゃん親切に教えてくれて、肥料をなこうやってまくだいって教えてくれたんです。で僕もこう真似るんですけど分かんないんですよ。で僕が仮にスタッフにこうやってまくんだよって言っても多分通じないんですね。でおばあちゃんは天才なんです。僕なんかよりもう身に染みついた技術があるんです。できちゃってるんですから。でこれをお百姓さんが身に染みついた技術をやっぱ暗黙知というそうなんですけど、これを人に伝えるには一回形式値の形にしないとダメだったんですね。それには一回数値に落とし込んでみるっていうのがちょっと便利だったんです。まあ、例えば土の水分って、ある程度勘でも分かるんです。トマトで言いますと、トマトの葉っぱってこう手みたいにこうギザギザしてるんですけども、そうですね、この時期ですと朝4時半から5時ぐらいに畑に行くと、このギザギザの5本指の先端にポチッと水滴が全部ついてたら結構水分が多いんですね。全然なかったらちょっと乾いてるんです。真ん中の3本指ぐらいに水滴ついてるとちょうどいいかなみたいな。これでもいいんですけども、やっぱり実際に水分計を土に刺してこれとちゃんと対比してみると、形式値の形に直す、これが重要なことになりました。でこうやって作ってきた形式値を今度みんなの脳をつなげる集合値に変えていくと、僕今4ヘクタール60種類作ってるとですね、毎日全部僕作物観察することできないんです。ですからみんなスタッフがちゃんと観察眼を持って、どういうメカニズムでこの現象が起きてるのかと、2日後におそらく萩原さんマンガンが欠乏してきますよとか、そういうのを読み取ってもらう。だからメカニズムをちゃんと教えていって理解してもらわなきゃいけないんですね。でこのみんなの観察眼と脳がつながってくるとですね、今度はですね、他の農業者との脳もつながってくると。例えば僕には土壌分析のデータがあって、品種はこれでこの時期にこういう栽培をしたらちょっとこういう病気ができちゃったんだけどどう思うっていうのが他の農業者と間の間でこの話し合いができるんですね。そうすると年に1回しかできなかった経験が複数の経験にすることができる。何も全部数値に落とし込むだけが脳じゃないんですね。これこの間初めて撮ってみた堆肥なんですけども、これスタッフの人と一緒にですね、匂い嗅いでるんです。匂いとかこう触ってみたりとか、水に溶かしてみたりとか、五感をフルに使います。これちょっとアンモニア臭が若干するかなみたいなことで匂い嗅いでます。でこれだけじゃダメで、成分分析表、堆肥の成分分析表があって、原材料表があって、この匂いがしてるっていうことで、僕はホワイトボードをバーッと持ってきて堆肥にズボッて刺してですね、ここに分解曲線と元素記号が書いて、今これがどういう熟度にあるのかっていうのをみんなに説明していきます。そうするとみんながなるほどなるほどってことはさ、この堆肥使えるのって多分ナスとピーマン、ネギ、トウモロコシいけるけどキャベツちょっとやばいよねと、カボチャはまあまあいいんじゃないかなって話をしていくんですね。みんなも一緒に考えていくと、メカニズムの共有をしていく。ただ究極はですね、勘だと思ってるんです。ただし根拠のある勘、これが鍵になっていると思います。まあ、今までの話はですね、農業界の集合値の話だったんですけども、こういうことがですね、他の世界ともできると思ってるんです。僕手に持ってるのはこれ長芋なんですけども、このところ毎年2トンぐらい作ってます。でいろいろ栽培の工夫をして、ほとんど痒くならない長芋が僕作れるようになったんですね。で僕の父親って長芋アレルギーで食べれなかったんですけど、うちの長芋は食べれるんですね。でこれでちょっと気づいたんですけど、この痒い成分ってシュウ酸カルシウムって成分なんです。でもしかしたら長芋アレルギーっていう人が長芋そのものがダメなんじゃなくて、このシュウ酸カルシウムだけに反応している可能性もあるんじゃないかと。そうするとこれ医療の現場の人とやり取りしたら結構ですね、クリアできる問題が出てくるんじゃないかなと思ったんですね。
そこで登場してもらうのがお医者さんなんですけども、お医者さんで見えないんですけどね、佐久間町の診療所のお医者さんなんですけども、僕具合悪くといつもあのこのお医者さんのところで見てもらうんですけども、あの薬も処方していただくんですけども、萩原さんね、この症状だったら、ね、萩原さんのところの玉ねぎとニンニクでこういうスープ作って、もう1日3回飲んでとか言ってくるんですよ。いや先生ね、こういう処方箋あったらいいよねって話で、僕具合悪くて言ってるんですけど、診察所で盛り上がっちゃうんですよね。そうだねみたいな感じで、例えばあなたは血液ドロドロだから何々農園さんの玉ねぎ食べなさいみたいな処方箋が出たらちょっといいんじゃないかなみたいなことを話してたんです。まあこんな格好してるんですけど、この先生本当は真面目なんです。もう真面目に患者さんのことを考えてくれてるんで、どうか誤解しないでいただきたいんですけど、あの真面目なんですこの先生のすぐ隣にあの町の農産物直売所があるんですけども、まあ、仮にですね、そういうところで発行された処方箋がここで、例えばそういうちゃんとあの理論に基づいた、栽培された野菜のコーナーがあったら、ここって処方箋薬局になれる可能性あるんですよね。こっから僕の妄想なんですけども、まあ、薬には国民健康保険が適用されるじゃないですか。だったら地味あふれる農産物に国民健康保険が適用されたっていいんじゃないかと思うんですね。まあ僕こんなこと言うとですね、また萩原なんか言ってるよって言われるんですけど、まあ僕も国保は無理かなと思いますよ。まあ国保がダメならせめてね、作法だっていう、あの法がちょっと違うんですけども、まあ例えば作法町版の医療保険とかねっていう、まあこういうことをしろっていうことではなくてですね、農業がもうただ作物を作るだけっていうところから一歩ちょっと踏み出して、他のとこと組んでったらやれることっていっぱいあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、僕は毎日あのこう畑でですね、この姿勢で向かい合ってこんなことを考えております。今日はどうもありがとうございました。